さっきから全然お名前をお呼びしてるんですけど、改めてゲストがリゼ・ヘルエスさんになります。はい、リゼ・ヘルエスタです。よろしくお願いします。うわ後輩の配信んてか1対1で後輩とする配信、はい、めちゃくちゃ久しぶりだと思う。あら、やったー、誘ってよかった。普通に緊張してます。大丈夫だよ。実は私もコラボしていただけませんかって言った時からもう今日まで目がバッキバキでずっともうめっちゃ緊張してる。何も緊張しないで、私だから相手。いやちょっと改めてこの2人の関係性といいますか関わりというか、うん、こう話していこうと思うんですけど、うんうん、まあ、そもそも私はもうヘルコーの監督っていうイメージが、あー、今年の夏は本当お世話になりまして。いやこちらがお世話に。本当になんかもう棚からボタン持ちでガレリアいただいたりとかして。本当にこれさ言っていいよね、あのガレリアのパソコンを、はいはいはい、あの姉ちゃんが看板に当ててくれたから姉ちゃんに送るってことになったんだけど、なんか私はただ名前を貸しただけなので受け取れないですって言ってポントさんが受け取ってくれませんって私マネージャーから連絡が来て、と思って気にしないで本人に受け取ってって言ってっていう風に返したんですけど、いやマジでお世話になったんで、なんかもらえるのなんかおこがましくないかと思って。いやいや全然おーちゃんのおかげで当ててくれたんだから。いやいや本当に大活躍だったんで、最多安打とかだったかな。そうなんですよ、なんかあの時めっちゃ調子良かったらしくて、調子良かったよ